でかいけど。めっちゃでかい。こんにちは、ありがとうございます。来てくれて。待って、もう始めてんの？うん。やばすぎ。なんで？え、なんか変な。何？なんか変なさ、あれですよ。あ、今違う。変じゃない。和菓子。和菓子背景。あ、和菓子背景な。タイヤキング63位なんだけど。え、すごいじゃない。すごいの。いやいや、やっぱカエニャン、カエニャンがさ、やっぱタイヤキングになんなきゃ。やばい。ティッシュの箱とか持ってくればよかった。あ、ティッシュ。え、そう。なんかいつも配信。遊びに来たよ、ありがとうございます。私にたい焼きはいらないので、カエニャンにたい焼きであげてください。マジで久々にショールーム、はい、こんにちは。メイク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 サムノイズ。マヤちゃんに早くキャザ使えって言われてんのに、いやだから買いなよ、これマジすぐだよ。え、すごい。で、上のやつなんかね、ライトのボタンがね、石山に取れてたから新しいの欲しいんだけど、まあそんなもう別にライトいらないかな。あ、まあ明るいですね、別に、うん。マイコさんはダンスクイーンに何？何？ダンスクイーンって何？初めて聞いた。ありがとう。公演前です。メイクメイク。とりあえずメイク。このニキビがね、後で最後に白そう。なんか、うん。ファンの人は私のメイク見て楽しいんかなっていつも思う。メイク配信するけど。うん、確かに。だって参考になんないよね、みんな。ああ、私アイシャドウベース塗るの忘れてた。今日は目がクモクモになっちゃう。クモクモになるじゃん。最悪カラコン汚くなりますよ、うん。またマイクが、ま、前見えなくてみんなに助け求める。忘れてた。やっぱ大事、アイシャドウベース大事ですよ。こんにちは。でも基本的にほとんど終わったんです。え、もう終わってるんですか？うん、あと下のマスカラ塗ったら終わりかな。え、めっちゃ早い。早かった。何もしない、まだ。こんにちは。え、マジで公園久しぶりすぎて踊れるかな。結構空いた。え、なんか空いた感じしません？でも前回3万ですけど。え、ルカの日？ルカの日。あ、ほんと？ん？ルカの日じゃないか。え、ルカの日？いや、キョッピー。そうだ、キョッピーアズ、イトミキの時。あ、イトミキだ。キョッピー、イトミキ、アズ。アズもだよね、うん。あの日か。あの日ぶり。今日は、西井美桜さんが出てくれます。レマちゃんもここで配信してるよ。来ないね、カイニャンが。やばい、私の KY 線がバレる。ね、手の方に。出そう、私マジ。KY なんですよ。どれ？ここと、ここが、あ、十字？離れてると、KY。ほんとだ。え、どこ？え、こことここが、はいはいはい、離れてると、そう、ラが。うわ、全然。うん、レマちゃんほど空気読める人いないのにね。え、今日は今年一の暑さらしいって。え、最悪、マジで暑かった。でも、ほんとに。応援できないかもしれないってぐらい暑いよ。今日は束ねるべきだったかもね。ごめんね。絶対束ねるべきだった。束ねるべきだった。束ねれられる人は束ねる。束ねるべきだった。束ねられる人は束ねる。新しいチークを買ってつけてるんです。入ってるやつです。リリーバイエット。あ、そこのリップかわいいっす。あ、そうなんだ。なんかあれ、なんだっけ、あの子。イエナの、なんか今、多分広告やってて、トレカついてきたんだけど。なんか、めっちゃ昔に友達が韓国行った時に、うん、なんかお土産、お土産でくれたんですけど、その時はマジ流行ってなさすぎて、うんうん、どこにも売ってなくて、あ、逆に良かったけど買えなかったんだよ、日本で。そうそうそう、最近売り始めた。いいな、マクドナルドだ。見て、今日私髪型がハートなんですよ、ね、やってもらった。
ハート得意なメイクさんがいたから。あ、そうそうそう、いつも作ってるんだ。そう、東郷さんがいるときはハート、なんかハートしてくださいってやってくれる。めっちゃいいじゃないですか、うん、今度お願いしよう、うん、お願いし、多分リボンもできるから肌子がリボンお願いしてたよ。なるほどね、可愛い、やったん。まだね、まだちょっと、まだ前髪がちょっと短いから今日も下ろそうと思って巻いてるけど、後でまた綺麗にするわ。そう、伸びたらね、結局ね、流さなきゃいけない。なんかすごい、私がこうね、前髪をこう作るとっていうか短くなってると、やっぱなんか喜ぶ何ネキどもがたくさんいるんだけど前髪短い好きネキが発するんだけど、うん、私は本当に申し訳ないね、流すために一番内側の毛をこう可愛く出すために磨くしてるだけだ。なるほどね、ピョーをやりたい、ね、ピョーのために磨くしてるやつだから、今それがまだ短い間だから出せるんだけど、そうなんです、みんなの意図とは全く違うんだけど今日はこれハートだからちょっと前髪も下ろしてみます。いますよね、前髪短いの好きで、女の子ってでも基本前髪短いの好きって言いません、言ってくれる、そういうイメージ勝手な、私はあんまり何も言われたことない、うん、なんかビジュアル髪の毛どうとか言われたことない、うん、好きにできるのが一番いい、結構自由に変えないからかも、うんうんうん、長いか短いかぐらいじゃない、本当に。そう、髪ちょっと長いか短いか、髪色も変えないし、うん、え、天然？はい、うわ、髪染め始めたら卒業しますって言ってる、うん、なるほどね、え、どういうこと、卒業、もう SKE じゃなくなる体で染めるってこと、うん、わあ、なんなの、なんか私のめんどくさがり具合で、このアイドルでいる間にこの何ですか、キープが絶対にできないから、あ、メンテナンス的なのがもう強制的に毎月この日ですとかであればいけるけど、そう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 、自分で予約して、そもそもあんまり美容室好きじゃないから、うん、なんか言ってたよね、マジなんかしばらく美容室行ってないみたいな、全然行かないです、今もう何ヶ月ぐらい行ってない、行ってない、前か、そうね、染めたい出したらやっぱ行かなきゃいけないから、そう気になっちゃうじゃないですか、うん、生えてくるけど違う色だったらね、うん、だからでももし卒業するってなったら、うん、だから今後何するかわからないけど、自分が、うん、とんでもない髪色とか、うん、逆にできなくなっちゃったりするかもしれないじゃないですか、突然青とか、うん、なんかオレンジとかし始めたら、うん、もう察しろって言って、なるほどね最後にアイドルでいる間しか無視はできないよ、ね、そうそう、できない髪色をし始めたらみんな察してねって言ってるいいね、ピンクとかやりたい、やりたい、うんうんうん、薄ピンクみたいな髪色とかやりたい、それこそ本当に維持大変だからね、ですよね、うん、だからもうそう言って言ってる、ちまめまだあるよ、ほくろみたいな、なんかさ、多分アンテナでマイク変えるときに、え、自分でぶつけてたんだけど、めっちゃ痛くて、もっとなんかね、青く腫れてたんだけど、もう血まめだけになった、久々に見たのか、だからさ、昔小学校生の時なんか血が出てないんだから、中でガンっていう炎症を起こしたんだけど、血まめってさ、マジで小学校の時になんかドアに挟んで、うん、え、そういう感じだよね、小学生男子、久々に見たんだけど、びっくりした、本当に痛くて、なんか昔の公園でさ、マイク買うのめっちゃ多いじゃん、多い、なんか今の公園ってそのマイクそのままでもいいよとか、なんていうの、マイクがあるならこの振り新芽にしようとか、あー確かに、わかる、うん、だけど昔のって本当になんかだし、なんか変えれるんだったらもう全部変えろみたいな、変えろって感じだった、本当になんか、あとやっぱその移動もそうなんだけど、なんか移動できますっていう、あ、本当にできるんだけどね、頑張ればできるけど、それにあの本当に
10年先の後輩が悩まされるみたいな。わかるわ。あの時、あの先輩ができますって言ったばっかりにみたいな。しょうがないしょうがない。あの先輩だからできたよとか絶対あるからね。あるあるある。わかる。絶対あるよ。マンゴーのさ、ドッキリするような言葉みたいな。びっくりするような視線だけど、あのさ、めっちゃ移動の。あの爆速の人いますよ。松下さんだからできたあれ。ゆいみんさんだからできた移動。マジで。うちらできないんだ、あれ本当は。え、ここに、あ、あれ、あ、なんかない、台ないの。あ、一緒に、ここ一緒に置こう。一緒に置いたら。え、やっぱそれいい？それもずっと悩んでる、レオナちゃんのそのパレット。炎も持ってた。あ、これ、いいですよ。うん、何？何って言うかな？ジュディ・ドールの、あの、ハイライトと、そう、それがめっちゃいい。今度どっちかなくなったらそれにしよう。優しい。でもさ、何？早く、みんなさ、たい焼き投げないで待ってんだから。でも私の携帯できるかな、ギガで。あ、ギガで？え、この Wi-Fi ないの？ないですよ。ないんだ。あとさ、これ台にすればいいじゃん。え、マイコがさ、デザリングしてあげようか。マイコ無制限だから。申し訳ない。なんだっけ。申し訳ない。ちょっと待ってね。だって、まださ、十何日でしょ。困ることない、はい、そうです。私、もともと3万メガバイトしか持ってなくて、月に。ちょっと待って、一回切りますね。別会見もやるの絶対できないでしょ。遠いやろ。ごめんなさい。家、隣とそうだ、家隣とかじゃないと無理届かないってえ、これこんな劇場の中で映していいのか。そこは絶対ダメでしょ。そのえ、後ろ行けてる。こっちこっち向きじゃないと。あんたさ、もっとさ、なんかできない、うん、もっと人が、もう再開できました。見えた、行けた。あ、見えた、よかった。なんかたい焼きのギフト持ってる人は今カエニャンが始めたのでタイヤキングになれるようにカエニャンがタイヤキングで選んでます。いや、はい、あの昨日もさ、たい焼きの投げてる人見たから、あ、よかった、なんかカエニャンにたい焼き投げてあげてください。一生ついてる。かわいい。でもたい焼きなんか飛んでると飛んですよ。やばい、ピンクになってきてない。何？でもピンクの靴履いてる。桃色、桃色たい焼きの方がさ、なんかポイント高いの。あるの、普通のたい焼きとが、うん、そのランキングに。あ、桃色たい焼きなの。ごめんなさい。普通の色もさ、たい焼きもあるじゃん。それはま関係ない。ダメなの。それはあの普通のなんかポイント集まったらフルーツ大福がいただけるんですけど、ね、え、私も、うん、には反映されるんですけど、そのキングの方が桃色だけなんだ。じゃあ桃色、桃色がいいんだ。オッケー、もうテロップに書いた。カイニャンに桃色たい焼き。カイニャンへ届け桃色たい焼き。売りカイニャンファイティン。売りカイニャンファイティン。うちらのカイニャンファイティン。イエーイ。本当？いた？優衣。ああ、そう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 。ゆうぴーさんね。やばいね、これはもう1位じゃん。今何位だっけ。今何位じゃない。今4位。4位。いける、無責任。いける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 、適当な先輩。いけるいける。いや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 。え、1日何時間前とかないの？配信3時間前とか、たい焼きに関しては。え、3だと。やっぱ3か。3時間以内のたこ焼き、たこ焼きじゃない、間違えた、たい焼き出ちゃった。だってみんなピンクたい焼き、カイニャンに桃色たい焼きだよ。あ、桃色たい焼き。あ、そうそう、ごめんごめん、桃色だよ、みんな。あ、ほんとだ、ゆずきだ。イエーイ。そのピンクの服着てんじゃん、そのなんか人形、ピンの人形。はい、なんだっけ、はい、なんだっけ、え、待って待って、マロンクリーム。正解。でも2人がよくなんか言ってるから覚えた。マロンクリーム先輩。デカピンは、あのデカピン、あ、デカピン今日持ってない。そうです。どっちも持ってないんだ。でかすぎてね。でかすぎて。
して。関西はたい焼きでたこ焼き派。確かに。でもたい焼きも売ってますよ。あの、オーパの裏のたい焼き屋さんとかよく行く。感謝していますよ。感謝していますよ。じゃあ、この配信ちゃんと3位かったら。なれるんじゃない？え、それさ、出ないの？ポイント数。出てる？上に出ます。あ、上にね。マイコさっき63位だった。私出てこないから、多分。皆さんお締めのお願いに忠実で素晴らしい言われてきましたって言ってくれます。でも消す方法がない。やらかし。綿棒あるよ。え、なんで？え、入れないの？綿棒ってポーチの中で入れてない。いいですか、もらって。いいよ。使用済み。使用済みはいらんだろ。ちょっと待って、探るわ。それ見せんのやめな、本当に。あった、はい。ありがとうございます。マイコさんがくれました。桃色体育ください。マイコさんにも桃色体育ください。私には絶対やめて。結構都会の女なんで、オンジョンよ。やばそう。都会の女なんで、オンジョンよです。都会の女が使うの、オンジョンよらしい。カイニャン的にはそう言われらしい。もろい。オンジョンよラメ。なんか私のファンの人めっちゃメイク動画聞いてくるんですけど。いい。ああ、桃色たい焼きはカイニャンに欲しいです。後ろの後ろさん、カイニャンにもください。メイク動画気になるんじゃない？だから教えてあげなよ。イエーイ。いいじゃん。たい焼きもらったら教える。はい、うん、たい焼きくれたら教えるって。みんなフィーリングはこれです。何これ？ペリペラ、ペリペラ、うん、そんな人一人もいないよ。メイク道具気になってる人、うん、嘘、いないいない。紹介もしたことない。すればいいんだよ、別に聞いてないけど。あ、聞いてないけど、それはいい、うん、アイラインはラブライナーです。おー、いいですね。え、あれはあ、なんだっけ、クロエみたいな、カロメ、カロミ、カロミか、うん、え、なんか書きやすいんですよ、ラブライナー。あー、やっぱそうなんだ、うん、あ、77位だって。出てきた。私68位。私が1位です。いいやん、この中では首位です。どうですか、堂々の首位です。すごいですね。やばい、止まっちゃった配信。なんかこれやばすぎ。もらった、ほら。でも3個いっぺんにやるのはやばすぎるかな。電池ない？いや、バグ、バグってる。え、違うの？やっぱ猫かぶり会にはしてるもん。今ですか？うん、全然です。先輩といる時とは、え、家で配信する時また違うの？やっぱ、いや、なんかさ、これで長女だっけ？長女です、はい、え、それがやっぱ不思議すぎる。可愛いんですよ、ね、うん。いや、大丈夫です。来月からちゃんとする。分からん。分からん。違うんです。誕生日が終わったら、うん、誕生日を迎えたらちゃんと。あ、なるほど。今までやっぱりちょっとなんかやっぱアラサになるので、うんうん、ね、マジで見えない。私カイニャンと1個違い。え、例えばだけどさ、ごめん、なんかあの街とか歩いててさ、なんか本当言い方悪いけどさ、なんかお姉さんこの後なんか相席はどうですかとか言われる？ありますよ。ああ、じゃあ見られてんだ、そうやって。なんかそう、なんか学生とかにさ見られるとさ、確かに声かけてかけられないじゃん、まずは。そもそも、ね、ありますあ、よかったよかったよかった。だってたまにさ、その2つ娘とか帰るじゃん、きっと。いや、分かる。なんか、いや、私だったらもうカイニャン絶対10代だなと思って声かけないかも。ねえ、でもそっちの方がありがたいですね。ありがたいか、うん、え、だって声かけられたら、ああ、かけられないって点では確かにいいけど、
いじゃん。どうなるんでしょうね、この最近ね。30歳とかになってずっとこんなだったら。でもさ、カイニャンが怯えてて、うん、どうやって年取るんだろうね。カイニャンってこのままそうだけどね。うん、いいんじゃない。なんかそういう、なんか羨ましいけどな、私は。そういうなんか、やっぱ、私また止まってる。いやし、ふわふわ系。動いてますか、動いてますか、教えてください。カイニャン私25だし、24だ。24だ。じゃあ2個下、まだ争うじゃないじゃん。25になったらってこと、来月じゃない、7月だよね。来月24になるんですって。え、やば、待って待って、嘘つかれる。98ラインですか。98ラインで、同い年2人。いや違う、次は20でしょ。え、20 00? あ、そうだ、02? 00? 00。え、ドンちゃんってこと一緒。え、そうだと思います。え、エゴちゃんとドンちゃんの1個下。はい、どんさんです。あ、どんさんの1個下か。エゴちゃんが早生まれで2000年だから、そうだね、2000年はあれでしょ。そっか、ゼロいくつってやっぱいいな。いいでしょう、うん、いいですよね。めっちゃ羨ましい。こっち94 98 いいな。え、94いい。4っていう数字めっちゃ好き。いい、4っていう数字めっちゃ好きで、うん、多分グッドとかで多分1994とか、ある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 。それいいな。なんで？だって2000はなんか、まあ、確かに2000すぎるか。あ、まあなんか、え、でこれとかも可愛いじゃん。これは自分の愚痴ないんだけど。あ、うん、ね、結構地球なんとかがやっぱいいですよね。地球なんとかもいいなって。あ、本当、はい、ゼロいくつってやるならゼロラインの方がいいけど、なんていうの、うん、4桁でやるなら、4桁でやるならなんか19の方がいい。ああ、いいんだ。なんかそれ誰かにも言われたな。あ、本当、みんなどう思う？8かわいくない？ 1998 やっぱり8かわいい、うん、4もかわいい。ほんと1948とかめっちゃ最高。めっちゃ昔、めっちゃ昔めっちゃ昔だよそれ。やばいやばいやばい。そんな人たちは作んないのよ。そんな人たちはグッズ作んないからきっと。え、だって親より年上ですよ。しかもね、うん、結構今いるかも。48の人。え、48いますか。48ライン。48って何歳。私ちょっともうパッと計算できないけどさ、私が94だから50。48って結構もう、え、5、60歳。え、もっとですよ。本当、うん、52に24、48だよね。82、80歳ぐらい。52+20、76か。の方がグッズを作るときはぜひ1948。カイニャンがそのといいって言ってるから、4並びが。おじいちゃんよ。おじいちゃん、おばあちゃん世代。ちょっと見せます。カイニャン、桃色たい焼き来てる？いや、ちょっと今止まった？ちょっと止まってるらしいです、桃色たい焼きが。皆さん、カイニャンの桃色たい焼き、桃色たい焼き。泳げたいやきくんの歌詞ってめっちゃ悲しいんですよ。うん、何それ？わかる。知らない。毎日でしょ。毎日僕らはパンの、あ、あれそうなんだ。ある朝。そこまでは定価する。で、なんか初めて。で、うん、知らない釣り人に釣られちゃってパクリと僕を食べたのさで終わるんですよ。え、食べられて終わるってこと？めっちゃ美味しくて泣くかと思いましたよ、ね、感受性豊かすぎる。話し歌うの。あ、さっき桃色たい焼き送ってきましたって、ありがとう。毎日鉄板の上でって何匹の、何匹分の気持ちをさ、その1匹のたい焼きはさ、たい焼きのみんなの気持ちを代弁すると思うんですよ。だって同じたい焼きがさ、毎日さ、まあ、無理じゃん。桃色たい焼き投げてくるわ。ありがとう、ありがとう。投げてきて、ちょっとちょっとだけさ、二人でも見ててよ。マキコさんのファン。あ、いいいいいいよ。二人
ステージ映るとあれだからちょっとだけ2人でも見ててよ。マキコさんのインスタグラムじゃないや、ショールームって加工してなさそう。え、じゃあそのカイニャンの加工加工じゃない話なんで。私のショールームはゴリ加工してます、多分。みんな言うやついる。ちょっと切ってみますねとか言って顔ビヨンってなったりして、ウケるんだけど何それ。なんかファンの人にやっぱ真実を伝えなきゃ、伝えなきゃ。どっちなの、真実伝えたいのか伝えたくない。伝えたい、イエーイ。それに二期生さんのアバターの人ありがとうございます。よいしょっと。楽しそう、ファン、カイニャのファン。あ、結構小顔になる。やめたれ本当に。そっか、自分のはいいけどさ。え、ごめんなさい、ごめんなさい。いや、可愛くなります。なんかもう無理だよ。もう無理だよ。マキコさん来たら謝る。無理よ。デフォなんですよ、これが。デフォなんです、本当に。もう、あー、ちょっとこの人ちょっとだけ頭おかしいです。この人ちょっとだけ頭が今ないか、今ないかな。この配信中に3位でしょ。はい。いけそう。怒ってないかな、みんな。怒ってないかな、おもろ。怒ってないかな。でも怒ってる。ね。大丈夫する？エフェクトするしないは自由だけど。ですよね。じゃあいいね。うん。ね、本当に優しい。テロップまで書いてくれてる。マキコさんのファンの人、マキコさんはいい人なので、これからも彼女をよろしくお願いします。幸せにしてあげてください。ゆずちゃんがくれたり、これいいの。じゃあ関節、関節ゆずちゃんっていうこと。私たちはゆずちゃんが大好きということですね。ゆずちゃん、ゆずちゃん見てる。絶対見てないよね。可愛くない？オレンジ可愛い、似合う。これが欲しいって言ってきちゃった。これが欲しいな。なんかこの色可愛くないみたいな、うんうん、新作のリップ可愛くない、欲しいんだよねって言ってたら、お誕生日が当たったからあげる。やさちい、やさちい、ラブユズちゃん。じゃあ坂田くさんってどっちかのファンの人かな、うん、ありがとうございます。可愛かったら何でもいいよ、だって優しい。あ、都会の女だからボンジョンよ。あ、使ってますわ、ボンジョンよ。三重の都会の方、もうメイク、いや、もうどうしよう。なんかメイクってさ、やってる時楽しいんだけど、途中でさ、突然飽きない？飽きちゃいました。急に飽きるよ、なんかもういいやってなっちゃう。すごい飽きちゃった。ジュリーちゃん、これだけ休憩ありがとうございます。たい焼きくん、マキコオンリーのファンでしょ。ありがとうございます。ウリってどういう意味ですか？分かんない。ウリ頑張れみたいな感じ。じゃあ頑張れマキコ、頑張れ。どういうこと？ウリ、ウリマキコ、何なんだろう、ウリって。行くぞみたいな。あ、どういう意味なんだろう。ウリマキコのウリはどういう意味なんですか、マキコさんのファンの人たち。知らずに使ってるよ。使ってた。
現在4位です。あ、俺らのだって、俺らのマヒコ頑張れって意味だって。めっちゃいい。なるほどね、理解。ウリたい焼きファイティング、ウリカエニャンたい焼きファイティング、ウリカエニャンたい焼きファイティング、いいじゃん。俺らのカエニャンたい焼きファイティングいいね、俺らのめっちゃいいね、たい焼き桃色たい焼きファイティング。マヒコちゃん大好きってきたマヒコちゃん映ってないのにマヒコちゃん大好きってきた。ありがとう、ありがとう。マヒコも好きやで、うん、マヒコも好きやで、みんなのこと、マヒコも好きやで、みんなのことラブ、大好き、愛してるよ。ウリたい焼き、今日のお弁当はお腹すいた、ありました、お弁当はありました。サバか、うん、白身魚か、チキン、それはいいな。ほう、サバいっぱいありました。チキンが人気、やっぱ肉が人気。よっこら、さようなら。あ、ご飯を取りに行くのかと思った。メイク完成した、イエーイ。あ、ちょっと完成してなかった。ヨーナさんの髪型可愛いので紹介してください、これ見て、ここにハーフツインの、ここに三つ編み、フルーツジッパーの子がしてて可愛い方でした。人生さんですか？正解です。おお、なんかや、なんかそんな感じがしました。本当？めっちゃ可愛い。顔大好き。可愛い。ただいまー。おかえり。おかえり。ボスが帰ってきたぞ。なんや。小人たち。ここでーす。小人だった？小人だった。入ってきますか。何笑って、何悪口？何悪口言ってないです。たい焼きファイティン言うてるみんな。ウリ、そう、ウリってどういう意味ですかって今聞いてた、マキコさんのファンの。私たちのとか。俺らのマキコって意味だよって教えてくれた。そうだよ。とにかくさ、なんかミレちゃんにもさ、ウリまんねえ、ウリまんねえとか言って。確かに、俺らのミレ、俺らの年下ミレ、ミレ、マンネはね、一番末っ子。いいね。チャルモッキスムニダー、チャルモッキスムニダー。何それ、多分いただきます。マジでわからん、韓国語は一つ。でもさ、ごめんなさい、レオンちゃんとか勉強したらすぐに絶対、やっぱ熱心だからかな、すぐ喋れない。そう、勉強自体は好きだったんですけど、なんでか分かんないけど頭は別に良くなかったですね。あ、その発揮されなかった、あれがインアウトできないね。あー、かわいよ、あ、なんか来た、あー、なに、どうしたの、来たの、メイク終わりました、かわいよ、メイク終わったら来るって言ってました。このかわいい、こんにちは。でもこうちゃんが配信してるのを知ってるよ、マヒコ。え、こうちゃんも配信してる。よく公演終わりとかに配信しない？はい。でも、たい焼きは、あんまもらってない。あんまもらってない。え、もしね、ここちゃんもたい焼きキングになりたい？たい焼きさん。たい焼きさん座る？何ですか、この。ここちゃんでーす。こんにちは。あ、猫かぶって。そんなんじゃないのに、いつも。なんで？いつも、おい、マキか。はい、とか言ってるのに。今ね、縦にすればできるよ。58分、58分、うん、あ、4時、うん、じゃあ5時までやろう。そうですね、あ、6時ですか、余裕のゆきちゃんです。みゆちゃん、こごちゃん、あがちゃんいるって。あがちゃんじゃないわ。あがちゃん、今日はツインテールです。いつもやん。なんかハート、ナーミレ見て、ハート、ハートですね。見てんの？ここで見てる。見える？ハート見える？だって。え、ココちゃんは配信してないの？ココちゃんは公演終わりによくやってる。うん。え、イメージある。あみちゃんはまだ。スイカのピンつけてんの？めっちゃ夏やん。夏だから、ね、でもさすがにリアクしてんじゃない、もっとコメントして。
ね、これぐらいでしょ。コメントさばく方が大変なの。これぐらいでいいやん。びっくり、みんな見てないの。見てるだからコメントしてないんだよ。見すぎて。え、どうやココちゃんの配信はコメントブワー流れるもん。そんなでしょ。流れないけど、ちょっと気まずい。気まずい。え、ほんと、まあ、かわいいってほら。まいこちゃん大好き。まいこちゃん大好きと、まいこちゃんたん推しと、まひこちゃんしかは。りんたん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 。まひこちゃん大好きって言ってた。あー、このね、りんたんね。マジで、かわいいな。ここちゃんだよ。え、ここちゃん？ここちゃんのこと。やったー。まひこちゃんたん推しだって。あいつ。もうあれ、あの、うん、デフォメッセージ、それにしてる。選べるやつ。こんにちはとかあるじゃん。え、まひこちゃんが選べるの？じゃなんか選択肢を。うん、それにしてる。たい焼き投げに来たよ、ね、英語の英語で聞くぞ。え、インドネシアのファンの方らしい。インドネシア語を話せない。コップンカーとかね。コップンカーコップンカー。コップンカーコーちゃんこんにちはワンワンって。みんな会にあげる気まずなんだ。コーちゃんファンの人どう喋んの、うん、コメント見て喋んの。はい、めちゃめちゃ喋ります。めっちゃ喋んの。公演前珍しい。ほらはい、もぶちゃんね、しないよ。しないよね。スタが初めて、初登場。では私は準備に行ってきよう。インドネシア。え、なにこれ。え、スラマシアン、こんにちはって。スラマシアン。スラマシアン。スラマシアンでしょ。スラマシアン。あ、前髪で、あ、びっくりした。急に前髪で。スラマシアン。テレマカシだって。テレマカシ。いつもと違う方ちゃんだって。何が？何がです。余計なこと言うなんて。余計なこと言うな。知らないだろうって。知らないだろうが。なんでかがちゃん、ツインテール可愛い。公演頑張ってねだって。嬉しい。ね、そういうコメントが嬉しい。嬉しい。可愛い。可愛い。ジュリーありがとう。優しい。優しい。ちゃんと名前呼んでくれるアイドル、マジで。マキコさんのファン早く投げに来てください。行ってない？来てなかった？煽ってるやん。はい、ちょっと。桃色たい焼きをカエンちゃんに送ってあげてください。バイバイ。あー、ありがとうね。バイバイ。ご飯食べてくる。バイバイ。うん、食べてない。何だった今日ご飯？え、なんかサバか白身魚か。最高。食べといて。あ、食べないけど。マキコ。バイバイ。マキコちゃん大好き。ありがとう。実はお弁当を食べてしまいましたね。食べた？食べたよ。何食べたの？ね、サバ。なんかね。コちゃんサバじゃない絶対に。カニクリームコーン。あああ、ほら、結構投げたでやって。もっと投げてって言ってかいにゃん。坂田くん。もっと投げて。坂田くんもっといけるね。坂田くん今日公演来る。え、見せて。俺に教えて。わかった。坂田くんだー。まゆちゃんも来るって書いてあったな。まきこさんのことが好きな人は、ハート。ありがとうございます。ありがとう、ハート。初見だって嬉しい。カニクリームコロッケかわいい。サイになると。いやいやいや。あと何ポイントとかないの？そういうの出ないんだ。上にピュッと出るだけ。やばい、なんか泥。カヤのメイクポーチ汚いらしい。でも汚そう。割れた。まあ大型なんで。ああ、それはあるね。カヤには。ココちゃんは A B。ね、A だから。別にいい。おい、失礼なこと言ってないじゃん。A だから。A、マイコは？マイコは絶対 O でしょ。マイク O。 A とかじゃない。うん、 A だよ。 A だよ。 A だよ。めっちゃ A でしょ。でもさ、 A、 純正の A じゃないでしょ。純正の A。 パパとママ A。 あー、パパ A、 B、ママ O。 え、え、何それ、レア感。突然変異。突然変異だ。え、その中の A じゃないの。妹も私も A だよ。え、うん、なんで A、 B の中の A を取ったってこと。そうそうそう。え、そんなことできるんだ。だから全部なれる。全部なれる。確かに。そうだよね。 A も B も A、 B も O もなれる。え、すごくない？マイコは、マイコは A だよねってほら。だからなんかちょっと特殊っぽいんだ。 A なのに特殊っぽい、うんうん、何っぽくて A なの。え、なんか AB とか入ってる感じ。ああ、 AB の時もあるし O の時もあるし B もある。うん、え、俺は AO の A なの。あ、なるほどね。おかしいのよ。 B はないんだじゃん。ない、全くいない。いないいない。俺 O だ。私 AO らしいよ。 AO の A、うん、B どこ行ったの。AB と O の A なんだけど。え、AO なの。え、B どこ行ったの。
魚くれた？あ、魚くだ。頑張って魚く。頑張って。魚く。魚くかかってる。いいね。じゃあオーラも今日夜配信して、うん、魚くにたい焼き投げた。魚く。マキコのマキコの太田を把握する。魚くね。魚くね。マキコの太田さん。B は入らないらしい。A と B やったらすべて生まれます。そうなんだ。AO と BO だったら AO になるんだ。難しいですね。難しい。OO の O です。あ、そうなの？はい、すごい、もう O の家庭が O 家庭。家庭が O だ。O 以外生まれないね。そうなんだ。まゆこちゃんはルカティンの判定なら A プラス。あ、まゆこでも確かに。どういうこと？なんかめっちゃ几帳面だと、うん、なんか A よりももっと几帳面でなんか A プラスとか言ってるの、うん、K2 の、ルカさんじゃん、A プラス代表でしょ。やばい、ルカやばい。ルカ多分 A プラス2とか。A プラス代表。ルカやばいよね。秘密にしよう。怖いもん。SPF みたいな感じでさ、4プラスみたいな。日焼け止め線のあれみたいな感じでさ。みんなはね、ダメだ。A マイナス。A マイナス。A マイナス5ぐらい。めっちゃ効果弱い。A の効果弱い。そうだよ、ココちゃんかわいいって、うん、あ、サンちゃんのファンの人かな。何なんで知ってんの、だからサンちゃんのファンって書いてあった。サンちゃんのファンの人はヤッコファミリーって書いてあった。ちょっと、わかんない。サンちゃんのファンの人もサンちゃんのファンの人はすごい。すごいの。すごい。え、そうなの。え、なんか強い。強くないですか、なんか。え、ワコ公園とかでサンちゃんの、あのファンのおじさんとかわかる。一人しかわかんない。あ、でも一緒じゃない、あの人。え、絶対あの人だよね。絶対あの人あの人だよね、わかるわかる。絶対あの人あの人。え、ワイコちゃんのファンの人は誰、うん、有名な人誰。私のファンの人、有名な人、どうだろう。でも上島さんもわかるし。上島さんわかるよね。上島さんは、うん、あの本当に、うん、いらんことし言ってくる。スマーラス大丈夫。本当にあの、うん、あれなんですよ、ちょっと特殊なの。特殊なの。特殊なの。でもただのおじさんだよ。本当。私の、うん、本当に、うん、あの中学校の、うん、後輩のお父さん。うん、たまたまでしょ、梅島さんは多分ね。たまたま。私の中学校の、うん、え、近所の人なんだ。え、近所の人。そう、近所なの。めちゃめちゃ近所。言わないでよ。めちゃダメだよ。俺なんで自分で言ってんのそれ。言わないで、だからお家言わないで。たまたまね、たまたまだよね、梅島さんね。そうだよ。だってお坊ちゃんが SK に入る前から SK 好きだもん、梅島さんは。そうそうそう。あ、そうなんだもん。AKB も好きだよね。子さん。子さんだよ。子さんの子さん。梅田さんと大島さんと。え、大島さんもいいの？え、違う、4人の推しメンの名前を取って。あ、そう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 。あ、そういうこと。そう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 。すごい。AKB だったよね。面白い。たまたまだよ。それこそそんな、うん、そうじゃん。私さ、今さ、たまたまね、うん、ソンジェ背負って走れっていうあの、うん、韓国ドラマ見てんだけど、うん、自分の推しメンが15年前、自分の家の目の前に住んだの。うん、だからそういうこともあるわけじゃん。うん、やば。15年前の。15年前。何それ。でも今は関係はない。だからその時に気づいてなかったみたいな。え、じゃあ今は気づいてるけど、ね、でも15年前に、そうそう、15年前にタイムスリップしたの。え、まあ、ドラマだから。ドラマの家が、ドラマ家の前ってこと？家がいない。どうやった？だからドラマでタイムスリップした。でもだから推しがいたのね、うん、推しがいて、で、なんかの表紙にタイムスリップしちゃったの。うん、したら、自分の推しが、まだアイドルになる前で、うん、同じ高校に通ってて、自分の家の目の前に住んだの。で、その時は、アイドルじゃないから気づいてないの。わかる？うん、アイドルになって気づいたの。だからそう。同い年。誰と？梅島さんと。アイドル。あ、同じ高校で一個先輩とかかな。一個後輩が分かんないけど、学年は違ったの。すごい。すごいよね。だからそういうこともみんなありえる。そうだよ。だから私の家の隣のもしかしたら子がなんかその10年前、15年前はマイクのこと別に知らなかったけど。うんうん、上演だった今もしかしたら実家の隣の家の子とかがファンだったかもしれないじゃん。大阪のどこかのって分かんないけど、そういうこともありえるよ、ね、じゃあ大阪出身のファンの人分かった、幼稚園、うん、なんかよう分からん。大阪に近いかもね。よう分からん、うん、そっか、もこちゃんはちょっと難しいけどね。終わってると思いますか。そうなんです、そうなんですよ。終わってるかな。
何の話してたこの話なんだっけ。あ、ファンの人が知りたいみたいな、うん、ファンの人はまあ今日ね、まあまあ、見ちゃいます。じゃあマキコちゃんをしよう。ココちゃんのファンどんな人が多いのなんかねココちゃんのファン分かりやすい、おかしいんだよ、おかしい人が多い。あのちょっと本当にこの間そのなんかアーヤがイベントしてて、うん、その時にちょココちゃんが、ショールームね、うん、でココちゃんがちょっとコラボ配信しました、うん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 、でさ、私のファン見に来てくれるじゃないですか、うん、そしたらあの本当に私のファンの方とは思えないぐらいアーヤにめっちゃギフトを投げた投げ銭の桁が半端ない、うん、もうびっくりしちゃってなんか、ね、楽しくなっちゃってね、うん、あのちょっと分かんなくなっちゃって、でもココちゃんもそれで喜んでくれるし、そう喜んでくれるし、すごい楽しいんだけど、うん、大丈夫みたいな、私のファンだよねみたいなえーみたいな、すごかった、桁違いだった、うん、マジでマジみたいな、マジマジみたいな、ええー、握手券買えよって感じだ、うん、マジタワー何個の目ですかみたいな泣くよ。でもそのおかげでね、1位になったから、ココちゃんのおかげじゃない？ココちゃんのおかげだって。ココちゃんのファンの人すごい、もう本当に大富豪みたいな、大好き、うん、いいじゃん、いつも楽しませてくれる、よかったね、うん、大好きよ。でマイコのファンからココちゃんのファンだった人いるよね全然いるよ私、でも繋がるというか普通にいる、あ久しぶりと思ったらピンク3本持ったりするしみたいなとかって思ったけど、全然いるいる、普通に多分もしかしたらマヒコもう一人経由してココちゃんとかいるかもしれないじゃん、全然ありえる、来てください。でもそのさ、わかんないよ、子さん、子さん、うん、みんなもう長いよ、いいね、みんな長い、子さんになってみんな、こみんなでも、もう15年ぐらいさ押してくれてる、いる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 、すごい、10年とかザラだよね、一人の少女がさ大人になっていく過程をみんな見てるわけでしょそうだよ、羨ましい、変わってないよね、お前こ変わってない、ね、その話前したよね、ここちゃんとマキコさんってすごいなんかいい成長をしてたよね違う、ここちゃんはね、マイコも高校生の時が好きでしょ、めっちゃ言うよね、それ若い時めっちゃ好きおい女性になったよ、ほんと、うーん、そうだね、まだ4位だよね、みんなたい焼き悔しい、悔しくないんですけど嬉しいんですけど、でもあとちょっとです、ほんと、なんかたい焼き、みんなたい焼きがね欲しいんだ、ココちゃんファン呼ばなあかん、ちょっと一回、あ、ココちゃんココちゃんファンいないもんだってさ、タワーとかのレベルじゃん、たい焼きのたい焼きさ、そんなでかないんだほんとなんか、タワーの100分の1ぐらい、だよね、そうなの、うん、めっちゃ安い、私のココちゃんファン何してるんですか、ね、したらなんか一回手持ちでもちょっと、ちょっと、あ、じゃあ赤、タワーもなんか何もこない、使ったことないけど、アプリ入れてる。でも皆さんとも大事なお金を使っていただいて、あとちょっと言われたらあげたくなるな、ね、そういうことさ、ね、ちょっと楽しくなっちゃったちょっと今日コインくんのもなんかこうみんなに知られたから楽しくなっちゃってる、楽しくなっちゃってる、たい焼き、たい焼き、たい焼き楽しくなっちゃってる、じゃあ言わないでほか、言わないでほか、ちょっとね、うん、これ言いすぎるとね、言いすぎるとね、マジ、その求めてくるから、求めてきちゃってるもん、求めてきちゃってるよね、ちょっと今日も楽しんじゃうね、楽しんじゃうね、たい焼きを楽しんじゃうください、1000個、たこ焼き1000個ってことは、でもさ、それってさ、たこ焼き、たい焼きね、たい焼き1000個、たい焼き1000個ってさ、たま10個ぐらい、たま1個でたこ焼き1000個、あ、マジ、え、たこ焼き何個集めればいいの、いっぱい、もういっぱいあるだけいい、うん、でもたい焼きのタワーみたいなのがないから多分、ね、そうだよね、難しいんですよ、ね、たこ焼き10連、たい焼き、たい焼き、え、ちょっと俺も集めるわ、ここちゃんが、うん、あんた、うん、あんた普通に集められそう、集められるかな、ちょっと言ってみる、ここちゃんは秒で集める、マジ、もうでも SKE 人はさ、やっぱもうほんとカイニャン一強だからさ、みんな、うん、なんかさっきもさ、楽屋でさ、うん、あれやってる人いるんとか言われてた、あの、言われた、誰かは言わない、誰かは言わないけどね、うん、なんかそれぐらい、そのみんなやってなかったの、ほんとに、1位の子強すぎるから大変、じゃあ2位にしようよ、ね、2位狙いで、じゃあ絶対2位にしよう、
たこ焼きならごめんごめん、たい焼きね。ねえ、なんかちょっとコメントレベルなんか早くなってくる。たこ焼きはツッコミみたいな。厳しい、大阪ねえ、からたこ焼きは厳しいよ、うん、まあ、もし皆さんよかったら、うん、一口10円から応援できますので、うん、そうだよ、応援いただけると幸いでございます。たこ焼きやで、これから山ごもりなどもね、やるので、山ごもり、え、このさ、ピンクじゃないとダメなの？そう、ピンク、あー、これね、それそれ、それがカイニャンに欲しい。それがカイニャンに欲しいです。そのピンクね、可愛いでしょ。それがカイニャンに欲しい。なんか説明して、これとこれや。これとこれや。説明しないで、カイニャンに欲しいの。これとこれや。説明で投げてるのめっちゃ多い。みんな、あ、みんな説明してるんだよね。そう、みんなじゃあ分かった、それをカイニャンが欲しい。電波ない、電波ないよ。なんで、ね、ここ電波なくない？あるよ。え、会社が違うかも、うん、あとちょっとサインになったらもう同じ公園に。カエニャンにするから、カエニャンに投げておけば、カエニャンがサインになれなかったら、これ公園中ここで配信してる。ここで配信してるかもしれない。これ持ったままやっちゃう。正解でーす。それ見たすぎて投げないかも、みんな。生配信しながら公園とかどうなるの？劇場ないから配信できるんだねって言われてるけど、この後ね、俺も配信するんだけど、何分までやるの？あと15分ぐらい。今何分？15分。まだ15分しよう。じゃあいい。じゃあ俺持ってくる。あと充電器とか持ってきて。あ、分かった分かった。あ、じゃあ。ほうじゃあ配信するってみんな。初めてのイベントなんですよ、ショールームの戦いなんですよ。しかもさ、みんな知らないんじゃない？そのさ、たこ焼キングになったら何ができるかって。ぼる塾の田辺さんと番組ができます。もうか、ねえ、もうカイニャン大ファンだから。もう本当にやりたくて、会いたくて、本当にぼる塾の田辺さんと番組ができる。まあねー、ね、すごいさ、スイーツとかさ、詳しいよね、田辺さん。だから、いっぱいお話をね、聞いていきたいんですよ。いいじゃん、田辺さんにさ、SK の公演見に来てもらおう。え、見に来てもらいたい、うん、そのためにも、やっぱりさ、ちょっと行かなきゃ。そうだよ。あと、え、東京に行けるのかなっていう。確かに確かに、あのショールームスタジオとかね。はい、東京に行きたいです。こんにちは。こんにちは。じゃあここでするね。え、なに、ここにも置ける。え、置けんのこれ、うん、頑張ってくれ。初めて知った。ほらほら、なんでそのカイニャンがそのタイヤキングに。だって最近食べたいわけじゃないんだよ、本当に。たまたまタイヤキンのギフトが対象なだけで。そう、カエニャンはタイヤキングになったら。そう、そう、たこ焼き、めっちゃたこ焼きって言ってる。ごめんごめんごめん。ドラマ出演ではないんですけど。ごめんなさい、韓国にも行けないし、ドラマ出演でもないんですけど。たい焼き、たい焼き、たい焼きをがギフトでもらえると、カエニャンが東京、あの、東京、東京の仕事が。こんにちは。かわいい。おーちゃんも配信始めたわ。こんにちは。こんにちは。僕は気にしますもんね。はい。15分だけ。たい焼きにはイさんの夢が詰まってるって。そうです、そうです。そうですよ。ちょっとね、たい焼きって聞くとちょっとなんかね、うん、あの、ほんと食いしん坊かなみたいになっちゃうけど。うん、そうなんですよ。ん？どうした？電波？電波悪。つなぐか？エラーや。つなぐか？キコさんの。どうなんだデザイン。待って、あ、後ろさん行った？うん、なんか来ました。ドンさんの後みたいな方が来ました。ありがとうございます。ドンちゃんの後、芸人さんになりたいわけじゃないね。あ、電波悪い。でも面白くなりたくて、うん、絶対面白くなれるじゃないですか。確かに。まあねって、まあねをめっちゃ習得して帰ってくるんで。カエニャンはでもね、本当にそういうね、ポテンシャルあると思う。イエーイ。マジで。なんか最初の方とかはなんか、コメントも来なくなったんだけど。なんで？電波ない？え、電波ないのかも。あ、言ったよ。え、あ、来た来た来た。動いてる。来た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 。あ、めっちゃ来た。桃色たい焼きをぜひカエニャンに、カエニャンのルームで。見て見て。こんにちは。え、なんか立った方がいいのか。立った方がいいの。なんか電波やっぱさ、ない。よくない。Wi-Fi してる？うん。あ、してんの。なん当たった方が電波良くなるぞ。ちゃんと身につけてます、ここに。ありがとうございます。見てくれて、マキコちゃんの言うことは絶対だって。来た、もうやだ電波ある。ありがとう。だから
あれしてあげるって、こんな私のためにたい焼きを瞬間にこのイベント終わっちゃう。ありがとうございます。あれマジでできる、なんか無制限じゃないとは言ってた。いや、オイラは普通に電波がない。電波がない。あ、会社ってやっぱ違うのか。ありがとうございます。ケタリングしてました。オラ、ね、もたい焼きにします。え、ココちゃん、ココちゃんがさ、タイヤキングになっちゃったらさ、ねえ、ならないよ。ならないならさ、カイニャにタイヤキあげないよ。カイニャにタイヤキあげないよ。え、でもさ、うん、何ポイント達成みたいな。ああ、ある。達成だけ。達成はいける、なんだっけ、達成はしたい。達成したい。和菓子のタイヤキじゃなくて、和菓子だった。あ、和菓子でいい。うん、クリーム大福みたいな。なんだっけ。30万ポイント和菓子が貯まると、うん、なんかもらえる。大福がもらえる。だってだからキラキラとかだね、本当にキラキラ、和菓子くれ、和菓子くれ、和菓子くれ好きなの、和菓子、和菓子以外のタイミングはこっちでした。てかさ、ココちゃんって何が好き、なんか偏食のイメージ、めちゃくちゃ何食べてんの。和菓子をあげてください。何食べてんの。ケナニは桃色のたい焼きだけでいいです。他の和菓子はココちゃん。急にが必要くなったって。あ、よかったよかったよかった。ケナニさんの人、ちょっとたい焼きを集めて釣ってきてください。ありがとうございます。みんな3位になった？めっちゃイベントやってる人みたいな。オイラは。でもさ、何もなくてもさ、配信してるのってさ、48グループぐらいじゃん。みんななんかこの毎回このなんかのイベントに。和菓子。和菓子なら何でもいい。何でもいいらしいよ。何があるのよ。カイニャに投げてきただって。ありがとう。もっと投げて。もうすぐ3位だってみんな。池田にはピンクのたい焼きを、うん、桃色たい焼きさん、桃色たい焼き、こんにちは。下山、あー、ありがとう。そのさ、フェリオさん、そのピンクのたい焼きカイニャにもあげてあー、フェリオさんありがとう。カイニャにね、フェリオさんありがとう、ありがとう、たくさん嬉しい。これカイニャにもあげて、ありがとうございます。池田かえでちゃんのとこでもありがとうございます。はピンクのやつ、ね、そう、カイニャはピンク。フェリオさんありがとう。マキコさんも違う和菓子を集めたら、うんうん、私はありがとう。和菓子はいいかも和菓子はいいかも。達成したいのがよろしくお願いします。こんにちは、ありがとう。達成したらいけるにタイヤキング、そう、タイヤキングになるらしい。タイヤキングなったらまあねーって、なんか、はい、まあねーに、いやもう こんなに言い始めたらもうちょっとさすがにちょっと、ありがとうございます。引けない、引けない。もう3位とかで終わりたくないので。おお、かっこいいです、ね、1位じゃない、もう1位だよ。はい、じゃあ1位を目指して。そう、1位目指さない人はもう、はい、じゃあ1位なる、ねえ、はい、だってね、言うよね。じゃあ1位を目指して。なんか2位3位にもなれないみたいなこと言うじゃんけど、なんかそれって私もそうだなって思うんだけどね。なんか総選挙の時も思ったわけ。なんか自分の総、なんか目標とする順位はとか言われるんだけど、なんか嘘でも1位ではないやん。ここにいます。かえにゃん、3位との差が約2万5000ぐらい。え、じゃあもう2万5000いこう、みんな。この差埋めるしかないわ。頑張って、みんなで手分けして埋めよう。ありがとう、見てね。頑張ろう頑張ろう。毛量がバグなので。オッケー、じゃあその朝を埋めに行こう。ギフトお願いします。モモポジチゲ、ありがとう。タノマーさん、え、ずっとたこ焼きって言ってるって言われた。たい焼き、たい焼き、たい焼き、ごめんね。でもやばい、2万5000でしょ、2万5000ポイントでしょ。でもさ、ココちゃんのファンだったらもう一瞬じゃない？一瞬じゃない？たちもね、ありがとうございます。そう、まずは3位で、もっちもありがとう、ずかさんもありがとうございます。ありがとう、たこまる、ありがとうございます。ゆうてぃ、あー、後ろさん、私にもありがとう、ありがとう。あまり、あんまりあれしてくださいっていうのあんま得意じゃないですか。まあまあまあ、でもそうだよね。確かわかる。マキコさんのお庭の上じゃないのなんでどかされるわこうやってあーってなっちゃうよ。マキコさんのお庭このぐらいしかない。ありがとう。投票機能を使う、どういうこと、投票機能、はい、ありがとう。
もありがとう。ギフト投げれなくなるるの、ね、投票機能だったらケイチもありがとう。ネバー様けど、まあ言います、たい焼きください。あ、マヒコは可愛いからイケニアにたい焼き投げてきただって、よかった。公園前でも可愛い。公園前は可愛いよ。公園中も可愛いだろ。公園前は一番ね、コンディション、ね、コンディションいいよね。投票すればギフト投げられないから、え、じゃ あ投げられなかったらダメなんじゃないの。ん、甘い、え、甘いもいいのかな。甘い、甘いって何。え、甘いはなんか甘い、甘いでもそのポイントだけだったらいいんじゃない。甘い、甘いもいい、甘いポイント、ありがとう。もう頑張れ頑張れ。え、じゃあそのポイントだけだったら最強の甘いのか。最強甘い、え、最強がもうタワーとかも。あ、そうなんだ。そう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 、なんかそういう感じか。ありがとう、投げたよ、ありがとうございます。こんにちは、ありがとう。この後は公演です、よろしくお願いします。え、ここちゃんめっちゃ喋るね。よろしくお願いします。めっちゃ喋るね、ここちゃん。この後は公演です、よろしくお願いします。ということで、和菓子をください。和菓子をもらえるから何でも、え、その和菓子のあれギフトがあるの。和菓子ギフトがあるんだよね。ね、和菓子ギフトあるの。ね、和菓子ギフト。やばい、歌ってる。たい焼きを投げてくれております。ありがとうね。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。カイニャに投げてきた。聞いたことある。聞いたことある。キューキューもありがとう。高丸もありがとう。マイコさんに投票すればマイコさんに投げないんだよ。そういうことね。ありがとうございます。あ、すごい。そう、私は他のギフトじゃなくてピンキたい焼きだけピンポイントで集めて。めっちゃありがとう。青い。マイコさんありがとう。ありがとうございます。マキコさん、あぐらで男っぽいですね。あぐらかいてます。あぐらまで映ってるんです、うん。男っぽいマキコ。マキコ。ありがとうございます。和菓子いっぱい集めたら、和菓子って何十ポイントだったっけ。30ポイント。30万ポイント。急に現実見なくなってきて。30万ポイント。2位以内に入らないと。フルーツ大福がもらえるのさ。特別番組には出れなくて今4位なので。ありがとう。マサさん、あれ、あと遺産は山こもりがあるので本当に配信ができないんですよ。あんまり。山こもりじゃない。わからん、わからんけどあんま聞かない方がいいんじゃない。山ごもりするらしい。分からん、分からんけど。わ、よし、課金して帰りに投げるね、待っててだって。優しい。山ごもりはちょっと私のところを見てください。カエニャ200個お届けしてきただって。おお、すごい。ありがとう。コメントを読んでください、山ごもりの説明が。ありがとう。でもマネージャーさんにも知られてたの、山ごもり。私が作った言葉。山ごもり、あの何グチさんにも笑わせました。はい、ありがとう。じゃあ俺夜もさ、あのできた配信する。ありがとうございます。優しい。ここちゃんめっちゃ優しくない。そしたらめっちゃいいアイドルやん。和菓子パーティー、和菓子パーティーいいじゃん。ここちゃんもなんかコンビニでお菓子買って、あーいいじゃん、お菓子食べようみたいな。え、じゃあ和菓子食べるの俺今日終わりに。和菓子とかあんのかな、もうコンビニに。え、確かに和菓子ってあんまどこに売ってんの。配信するけど、え、でも山ごもりだから、ね、山ごもりか。山でやろう。山で、山、和菓子か。マジ何の話してんの。山でやろう。山で、マジ山って何なの。気になる。ありがとう。わか、あ、あれ山なの。今日山ごもりの日。何、明日公園だから。和菓子パック違う。あの日のこっちも和菓子を準備した。山ごもりにはさ、もうまあそんなことないかな、ね、みんなも和菓子さ、練習中に和菓子準備だよね。みんなも和菓子準備じゃあ、なんかカイニャンの練習の仕方がマジ明日、明後日に急に言われた人みたいなレベルのなんか焦り方だったわけ。まあそうだよね、ゆっくりちゃんと覚えよう。そう、公園行きますわ。俺の最優のプレイを。レンちゃん、わかった。ありがとう。いや、そろそろアイス食べたい。アイス、うん、なんか和のアイス。ああ、なるほどね、あずきバーとか和の楽しみ。じゃあ私は公園に行ってきます。草餅も食べたい。もう公園だって。もう30分だよ、もうすぐ。やばい、やばい。じゃあまた後で会いましょうね。イエーイ。3人映れるかな。公園終わりに、うん、会いましょう。皆さんもうすぐ終わるので、投げそびれがないようにお願いします。公園終わりに課金しといてねって。チャージしておいてね。チャージしておいてあげてください。カエニアンの桃よたい焼き食べました。4位だった。楽しいけど。
今日の夜はさ、3位になれるよ。頑張ります。え、なんで埋まらないんだろう。全然さ、なその人もやってるからでしょ。今やっとるんじゃない、うん、絶対やってるよ。頑張れ。あ、今日見に行く。あ、ありがとう。公園来てくれる、見に来てくれる。リリちゃんもね、じゃあ紹介してあげるね、うん、やったー。坂田くん、坂田くん、坂田くんもう向かってんじゃない。公演よろしくお願いします。ありがとう、見てくれて。きなこ、きなこ、はい、きなこどうぞ。はいはい、ここちゃん、バイバイ。めっちゃ下から見ローアングルだった。バイバーイ。え、俺さん、ちょっと終わります。